こんにちは、水瀬美香です。今週は私が、パチスロを打つきっかけとなったお話をしたいと思います。そうですね、私がかれこれ若かりし頃、ギャルの時代ですね。もうちょっと色が黒くてよく109で買い物をしてたんですよ。で、友達と、まあ女の子なんですけど、2人で109でお買い物をして、カラオケでも行こっかっていう話になったんですけど、友達が急に今日いい寝台出たから一緒に行かないって言われて、何のことやら分かんなかったんですけど、109の近くの、今潰れちゃったんですけど、某ホールに連れて行かれまして、当時9年ぐらい前ですかね、サンダー V2 っていう AT 機が、出てましてね、